やりましたー、やりましたー、おめでとう。本当に本当に悲願の金メダルです、ね、悲願の金メダル、はい、本当おめでとう。侍ジャパン金メダルね、はい、本当にあの坂本がね、はい、我々しかわからない重圧とか、うん、そういうのがあるって言ってたけど、やっぱアテネのこと思い出してさ、はい、宮本慎也がもう逃げて帰りたいぐらいの緊張感ありますとか、そういう思いでね、はい、戦ってきた先輩たちがいて、はい、でついに今日その悲願をね、うん、達成することができたということは、はい、本当にあの日本プロ野球界にとっても本当にいいことだし、うん、長嶋さんがねアテネの時に伝道師になってくれと、君たちがねこういうオールプロという全日本の気持ちを伝えてってくれと、野球の素晴らしさをまた伝えてってくれというようなことを言った。で今日が会ね、会がなんか子供たちにいいメッセージを送りたいっていうことでインタビューに答えてたんだけど、なんかその思いがまたこうフィードバックして、なんかすごいいい金メダルになったなっていう、本当にね言い表せないプレッシャーがあるし、でましてやその東京大会だしね、でその東京大会で他の人たちも他の競技も金メダルラッシュだったじゃない、はい、でまあ言えばソフトボールも金メダル取って、うん、でここでこけるわけにいかないっていうさ、本当になんか思いがあったと思うんだよね。でそれを跳ね返して金メダルを取ってくれた、本当に立派な戦い方だったよね、うん、まあ今日の試合で振り返るとさ、はい、なんか重い雰囲気で始まった、うん、まあ、確かに重くはなるなっていうふうには思ってたんだけど、村上がねあのチェンジアップを本当によく打ってくれたと思うし、うん、で先発の森下も立ち上がり硬かったけど、すぐ自分を取り戻して、もう本当になんか責任を果たすしっかりしたピッチングをしてくれたし、でどうするのかなって、6回から継投どうするのかなって、うん、森下で行くのか、それとももう変えるのか、うん、まあ確かにこういう決勝戦というのは精神的にいっぱいになるよね。もう体力は残ってても精神的にもうスタミナ切れを起こすぐらいの、もう一球一球に研ぎ澄ましたピッチングもしてた。千賀に変わる。で千賀ね、やっぱりこうフォアボールとデッドボールでピンチは招いたんだけど、やっぱ最後に救ったのは、まあ、千賀の球威と甲斐のやっぱ千賀のストレートを信じた甲斐のバッテリーだったよね、うん、うん、で3アウト目がファールフライを取ったけど、キャッチャーファールフライに、うん、まあ、ああいうところもすごいなと思ったし、で伊藤も頑張ったよね、伊藤も頑張った。でも先頭バッターにオースティンにヒットを打たれて、スッとカサスのところで岩崎を出してきた、うん、やっぱここがやっぱポイントだったと思うんだけど、うん、やっぱ2番が始まる高打順で、先頭バッターに出され出た、オースティンが出た、うん、そこでスパッと岩崎を持ってきたよね。でカサスと、フィリアを左バッターをしっかり取ってくれたということが、やっぱ勝利をぐっと引き寄せたし、うん、8回の追加点に結びついたと思うんだよね、はい、でもう本当にみんなよくやったしね、なんか、まあ、NHK を見ていて、うん、宮本慎也はアテネ、北京で経験しているベンちゃん、和田は同じ、アテネで戦ってる、うん、で、ベンちゃんの涙を見た時にね、うん、やっぱり金メダルを取らせてやりたかったなっていう思いがさ、うん、やっぱりこう悔しかったんだろうね、うん、悔しいのとやっと取れたという思いがさ、なんかこう交錯してたような気がしてね、うん、ああ取らせてやりたかったなって思ったけど、うん、でもみんな野球界って喜んでると思うしね、はい、うん、本当に本当に素晴らしい金メダルだった、うん、ね。まあ、ピッチャーもね、不本意なピッチャーもいるかもわからない、はい、でもそれがあるからこそここにたどり着けたし、うん、で、まあ、甲斐、アメリカ戦でマスクを先発ではなかった、でも梅野によくしっかり聞いてたんだろうね、うん、もう見事なリードだったし、はい、浅村もポイントとなるところで仕事してくれたし、うん、
菊池はよく守ってくれたし、はい、で村上はね素晴らしい一発も含めて、うん、ポイントのあるヒットをよく打ってくれたよね、うんうん、で坂本はねリーダーとしてキャプテン置かないって言ってもやっぱみんなが押すよね、みんなが背中を見てるよね坂本の、はい、そこで立派なあの振る舞いと坂本が持ってる独特なオーラがさ、うんまあ、こういうものがなんかチームをまとめたのかなって、で吉田はやっぱさすがだよ、打ってほしい時に打ってくれたし、うん、で柳田おそらく脇腹のこともあったと思うけども、うん、よく間に合わせてくれたしね、うん、で鈴木誠也は最後決勝の時に、うん打ってくれたし、はいまあ、ホームランも見れたし、はい、でベンチに行けば近藤もさあのドミニカ戦の時にとか、うんまあ、エラーはあったけどポイントでやってくれたし、うんまあ、源田もねいることによって安心感あったし、うん、で栗原は1打席1球だったけども、うん、本当に素晴らしい仕事もしてくれたしね、はい、だからみんなみんなポイントでなんか仕事をしっかりしてくれたなっていう、うん、なんかそういう思いがなんかゲーム終了後込み上げてきて、はい、あまあすごい24人だなっていうね、なんかこう子供たちがどういう思いでねこの金メダルを見てくれたのかなっていう、はい、やっぱり精神的にも肉体的にもタフじゃないとねできないんだよっていう、だからもっともっと練習してもっともっと野球を好きになって、うんね、またああいう舞台があるんだったら子供たちもやっぱ立ってほしいしね、だから本当にメッセージ性のあるすごいいい金メダルだったね、やっぱ勝つっていいよね、うんうん、勝者って美しいし、もうやっぱりこう決勝戦にふさわしい内容の試合でしたか。そうだね、まあ、こういう試合はある程度展開的には想像はできたんだけど、はい、これほどチャンスを潰すとは思わなかったんだよね日本が。そうでしたね、うん、再三チャンスはあったよね、あって、まあ、ここで点が取れればっていうシーンは多々ありましたよね、うん、ただ普通だったら流れが変わるようなところでも、うん、きっちりこの1点は1点も絶対やらないっていうさ思いがみんなにあったしね、うん、で1点を1対0だとこの1点を守りに行こうとする気持ちになると思うんだけども、うんはい、やっぱ最後まで侍ジャパンは攻めてたと思うんだよね、うんまあ、例えばピッチャー交代にしたもそうだしさ、はい、で攻撃にしたってそうだしさ、もうあと1点なんとか取るんだっていうようなね、もう最後にその思いが8回の1点が、うん思いになってその1点を取れたというね、うん、まあそういう試合だった。まあ決勝戦はやっぱ独特になるよね、うん、でもアメリカもすごくいいチームだったし、はいうん、正々堂々とね、うん、戦ってくれたし、やっぱアメリカの、うん、チームもいいチームだったね、うんうん、守りの中で言えばさ、はい、今日オースティンが、うんやっぱ先頭バッターで立つことが多かったんだよね。あ、はいうん、だからそこをやっぱ寸断してやっぱオースティンがランナーいる時に打席に立たせなかったっていうことも大きいし、なるほど、まあ、これはやっぱこう甲斐がうまくリードしてたしね、でチャンスの時に初球から打ってくるよっていう、でもそこの狙いを全部外してたよね、うんだから初球から打てなかった向こうが、うんまあ、そこも見事だったし、だから本当にみんななんかこう集中してたというか野球を夢中でやってくれたというかね、うん、そういう気がした、うん、本当こう試合を重ねるごとにチームもこう一体感を増し、はい、まあそうだね、はい、で前の試合での反省点もちゃんと次の試合に生かし不安っていうところが、ねうん、やっぱこの金メダルにもつながったんですよ ね、 ねやっぱりねチームに帰ったらもうトッププレーヤーで、うんはいね、自分がしっかりしなきゃいけない、うんね、自分の我が通る、うん、少しはね、はい、でもみんなやっぱ素直にやったと思うよ。そうですね、勝つためにはやっぱ自分自己犠牲、うん、また自分の気持ちを素直にこのチームに向けないと、うん、ここにはいけなかったと思うんだよね。でもそれができた24人というのはやっぱ素晴らしいチームだったと思います。もう全員が同じ方向を向いて戦った結果ですね。そうだね、まあ
総評として全部の金メダルへの道ということで、うん、まあなんかまとめた動画もねちょっと撮ってアップしたいと思います。そうですね、その時に MVP は発表したいと思います、ね、これ悩ましい。もういろいろ、まあでもみんななんだけど ね、うん、みんななんだけど、はい、ああやっぱりそうだろうなっていう納得できる人を選ぶ、うん、まあ坂本かなと思うんだけど、うん、坂本おじさんとすればねだけどや っ,、まあ、やっぱり、うん、ちょっとしっかり考えて、そうですね、まあ、各し、MVP、うん、試合も振り返りながら、うん、そうだね、まあこの試合ではないところのことも考えながら、はい、まあ豊さんはオリンピックアテネに行っていると、うん、そのやっぱりその空気だとか、うん、チームのその雰囲気だとかっていうのをやっぱ肌で感じてきてたりもすると思うので、うん、まあ、そういうことも踏まえて、うん、いろいろ感じることを踏まえての MVP だったり、まあね、総評だったり、そうだね、うん、まあ、そういうことをまた別の動画で上げてみたいと思います、はい、まあ、とりあえずもうおめでとう、本当によく戦ってくれた、はい、ね、もう最高の結果がついてきました。本当だね、はい、まあすぐレギュラーシーズンに戻るけど、うん、休める時は本当にゆっくり休んで、もう物気の殻になったからね、アテネから帰った時に燃え尽きましたか。燃え尽きたね、はい、だからそういうことがないようにまたね、日本の野球のプロ野球素晴らしさをまた待ってるファンに、はい、伝えていってほしいと思います。はい、もう本当におめでとう。おめでとうございます。